インストラクター予備校世界の名言編。寒いから暖かいが今日は染みたな。いや、この動画出る頃もう暖かいっす。あ、そっか。あ、そうか。はい、伝わんないけど、画像で一番伝わんないのはなんか寒いとからしいからね。あ、そうなんですか。なんか芸人が言ってた。あ、なるほど。今このあれあんちゃんの暑い風呂に入るとか冷たい風呂に入るって冷てとかって床の間の人には伝わりにくいらしい。なるほど。まあ暑いのはなんか湯気とかでわかるかもしれないですけど、寒いのはわからないかもしれない、ね、寒いから暖かいということで、はい、今日の名言はメガネさんの名言です。はい、はい、というわけでいつも通り漫画から見つけてきた名言を紹介したいと思います、はい、よろしいですか、ええ、今日見つけてきた名言はもうできねえって思ってる大人が多すぎるだけだという名言です。まああのいいですか。はい、一応あのまあ、染みてた。じゃあ名言のねシチュエーションとかを一応紹介しておくと、まああの漫画はあのこの音止まれっていうまああの音楽のねあの ことをやる部活のまあ漫画なんですけど、多趣味ですね。多趣味あの、ま、漫画が多彩なだけだと思います。多彩ですね。はい、まあその漫画でまあ高校生の大会があって、大会が終わった後に、まあ、あのそこに取材に来てた、方々、じゃ記者の人たちが話していて、いや高校生っていいねみたいな、なんかすごい輝いててその青春って感じがしていいよねみたいな話をしてたんですけど、その時に言った言葉が、まあ、この言葉、まあ、要は、高校生だから別に輝いてるわけじゃないんだと。だから大人だってやろうと思えば何かに一生懸命になって輝くことはできる。ただもうできねえって思ってる大人が多すぎるだけだということを言っていたと。なるほどね。はい、まあ、要はですね、インストラクターももうできねえって思っちゃってる人が多いんじゃないかなと思いましてですね。いや、例えば今何歳か分かんないけど、じゃあある程度あの年齢を重ねてインストラクターで何年もやってますっていう人が、じゃあ今までずっとヨガやってきました、ここでじゃあ今までずっとヨガやってきたけどズンバやってみようかなと思いましたと。いやでももう私には新しいプログラムとかできないよ、もうこんな年だしみたいな感じで諦めちゃってる人がいるんじゃないのっていう感じですね。でもいや年齢なんて関係ないんだと、もういつでもやろうと思えば一生懸命取り組むことはできて、素晴らしいあの何活動ができるんじゃないかなと思っているので、まだ遅くないということは言いたい。ここで終了でもいい。もうここでもう結論まで出てるね。いやまあ名言編毎回毎回あのもう遅いかもしれないとか言ってるからあの、まあ、先にね、ま、先にねあのまだ遅くないよってことが言いたかったんですけど、そう確かに最後いつももう手遅れかもしれないっていうパターンが時々あるんで。そうか、そこへ付箋を返してくれたのか。そうですね。なるほど、はい、いやでもいい、うん、いい、なんか今3分間ぐらいだった。あ、本当ですか。ありがとうございます。確かにと思いましたよ、うん、はい、ね、年齢なんて関係ないですよね。そうですね、年いくつになっても、まあ、やっぱりやる気持ちがあればできるはずですし、あとはこう年齢のほかに家庭環境とかそういうのを、うん、まあ、もうできないっていうそういう理由にしてしまってる方っても多いかもしれないですよね。もうとはどういう、例えばあのまあ結婚されてで、あのなんかこう動画でも扶養の範囲の話とかあったじゃないですか。扶養の範囲でやるから、まあ、これ以上はやんないとか、もう本当はもっとやりたいんだけど、まあまあ一定のリミットを設けてその中でやってるとか、あとはまあお子さんがいて
あのレッスンとかこれ以上増やせないよとかそういうこともまあもうできない理由になってる方もいるんじゃないかなと思いましたね。うん、なるほどね。まあ確かに高校生とか学生とかってね、うん、失うものがなかったり、うん、それはあるね、なんか責任がね、うん、自分にないって感じで生きてる。まあ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 、 あの何かあっても親御さんがね、うん、何とかしてくれるっていう、まあ、一応まだレールの中で生きてる感はあるけど、はい、でも、まあ、人生というかね、一人間として見たらそんな学生も大人も隔たりなんてないもんね。そうですね、ね、はい、同じ人としてこうあるだけだから、はい、まあ、だからイケイケどんどんの周りもそうじゃなくなってくるんだろうね、もしかしたら。ああ、それはあるかもしれないですね。学生の時だとなんかイケイケどんどんが正義みたいなさ、はい、若いんだからもっと挑戦してみなよみたいなね。そうそう、もう天下取ってるでっていうのがとりあえず目標に据えるみたいなさ、はい、甲子園優勝みたいな、バカなやつできんのとかいう話の前に、はい、なんかそれすんのが正義みたいだけど、大人だと、ああ確かに、うん、そうしたいけど、そういう言ったら、いや何言っちゃってんの、うん、みたいな、まあ、そうですね。もういい年じゃないみたいな感じで周りに止められるってことありえますよね。止められたりなんか、ね、空気感が違う、うん、そうですね、うん、ところにこう一石を投じたいわけね。そうですね、違うよと、はい、あとはそのなんかこれは大人になったらあると思うんですけど、なんか一生懸命何か夢に向かって頑張るのもなんかちょっとこうなんていうんですか、え、何そんなあの本気になっちゃってんのみたいな感じの雰囲気になる時ってたまにあります。まあ例えばそれこそ夢のでかさだったりね、はい、私は家庭がなんかむつましくしているのが夢ですとかだったら多分何も言わないと思うけど、はい、うん、分かる分かる、はい、なんかビッグになってやるぜみたいなこと言ってると、いや何いい年してそんな夢見てんのみたいなことを言われちゃうこともあると思うんですよね、うん、それが良くないと思うんですけど、40になって芸人で M1 グランプリはもうおむすびやめとけと才能がないんだと、もう15回連続失敗してるでしょとな、みたいなね、そんな感じですね、はい、もういつまで芸人の夢見てんだみたいなねそういうのも発生しうると、はい、まだ遅くないと、違うということ、ね、そういうことです。違うね、はい、いや違うよ、あのね、だっていやそれこそベトさんもそうですよ、はい、このフィットネス界においてはもう一つのあれにおいては頂点を極めたと言っても過言ではない、このベトさんですらさ、はい、あのすごい、なんかすごかった、大神よみたいになってますけどだってあのまあまああれとして、そんな多分それこそ若い時とか何ともなく何もなかったし、はい、20代だって何にもね、はい、別にそんな大成功っていうわけじゃなくて、うんうん、30代でなんかまあチャンスをつかみ始めたっていうか、まあ挑戦が始まり、うんうん、はい、で40代で、うん、まあまあこういろいろなものがより動いていって、まあ本当にこうなんて言うんだろうな、成功っていう言っていいのか分かんないけど、うん、っていう風になったのは50代とか多分そういう話だと思うから、うん、そうですね、もう全然遅くないっていうか、うん、はい、むしろ高校生が何しゃしゃったこと言ってんだよ主役は俺なんだよっていう、そうですね、感じで、こっからが本番だよみたいな、ね、本当だか回してんだよ世界はっていう、いや本当に、はい、言ってあげたいよね。そうですね、ね、40代50代がもう最強60代だろうとね、はい、だってトランプって80歳でしょ、バイデン、またトランプ出てきそうですかね大統領ね、全然ってことだよね。そうですよ、本当にだって70、80で大統領ってなかなかだって80歳のおじいちゃんが総理大臣になるんだって言ったら、お前ふざけ他って言われてるのが現実に起きてる、うん、まあ現実に今ありますね今まで何もしてなかった人が急に総理大臣って言い始めたら、えってなります。そうだよね、いやだからいやだからできるっちゅうことだよね。そうですね、もう諦めんなっていう、うん、はい、まあ、年齢を言い訳にしない方がいいんじゃないかなっていうのが一番ですかね。そうだね、はい、
確かに。ただの数字ってよく言うけど、本当にただの数字だもんね。そうですね。いつ死ぬか分かんない時点で、はい、いい良くも悪くも人は本当にイコールただの数字だよね。そうですね。だってね、20歳で亡くなるかもしれないし、ね、その可能性がある時点で本当に80歳と20歳の間に差はないよね。ないです。そうですね。どっちかっていうと経験の差があるぐらいだな。そうですね。あ、だから失敗か。失敗も多いから、はい、そういうことを言えなくなってる可能性はあるんじゃない？そのさっきのおむすびさん15連敗みたいな。はい。まあ15連敗までしたら諦めた方がいいかもしれないですけど。まあでも確かに、まあそれだけね、長く生きたら、もちろんいろんな何かしらの挫折とかあるでしょうし、まあこれやってもダメかなとかは思ってしまうことは多いかもしれないですね。うん、まあだからいい意味でも、まあそこも気にするなというか糧にするっていうか、うん、だよね。そうですね。だってさ、学生だったら悔しいだろ、悔しいなら頑張れよもっとで行くじゃん。そうですね。あの気合で行くって感じ。ねえ、負けたんな、悔しいな、それはもっと頑張れよって。続くみたいな。次の、ね、大会に向けて努力するっていうだけですね。それだよね。はい。同じだよね。同じですね。うん、あ、負けたか。じゃあお前はもうダメだなっていうのはない、ね。ないですね。ね、だから逆にそのマインドの方がおかしい話だよね。確かに。いや、どうですか、おむすびさん。15連敗。16回目も挑戦したくなりました。何でも負け15連敗負けた前提になってるのが。でもやっぱりまあ実際年齢を理由にやっぱりやめてしまうとかいう方多いと思うんですけど、でもまあそれはちょっと悔しいですよね。うん、やっぱり年齢でなんとかよりも年齢をこう言い訳にしないでこうまあ一生懸命挑戦していくっていうスタイルは大事かなと思いますね。うん、なるほどね。いや、やっぱり思い出した。はい。前も言ったことあると思うけど、あの風刺家伝ですよ。出てきましたね。前なんか言ったことあるよね。本どこかの何かの名言か何か出たり。能のこのね、能がこう、これが能なのか僕には分からないですけれども、はい、まあ、作った人が言ってた、あの若い時はやっぱりそのね、若さとあれをいろんなものでその実力以上の評価とか結果を得ることがある、うん、でもそれを、それで満足しないでしっかり自分と、向き合って努力を続ければ、年を重ねた後にさらにその経験に見合った、成功っていうのが、を手にできるって書いてあった、うん、なるほど、うん、からあの、うん、インストラクターなんてありえそうな話じゃん。若い時にさ、はい、ピチピチでイエーイみたいなのがさ、はい、あの時の私とねから30年後でも20年後でもいいけど、うん、いいですけど、っていう時にまだまだ輝いてる人めっちゃいるもんね。いますね。だからそこでなんか、だから年のせいにしないってことだよね、要は多分。あ、そうですね、はい、失敗した時に失敗とかなんかこう例えばだけどクラスを切られたとかね、うん、多分若かったら年のせいにはしないじゃん絶対。まあそうですね、しないよね。はい、年になったら年のせいにしうるかもしれないからそれはやめろっちゅう話かもね。そういう意味もありますね。はい、確かに。そうだよね、はい、うん、いや違うよとあのもっとできることあるよと諦めないで一緒に頑張ろうよっていう。そうですね、まあな、はい、本当に何歳になっても一生懸命にやってればその人って多分かっこいいし、かあのなんていうんですか、綺麗だと思うんですよね、うんうんうん、やっぱその姿が輝いてるというか、うん、だからとにかくあのそれであの年のせいにして諦めるんじゃなくて、うん、何歳になっても一生懸命やってみようっていう感じですかね、うんうん、確かに。いやすごい、なんか元気が出てきましたね。そうですね、はい、いつからでも
今からですね。はい、はい、これからがこれまでを決めるというところにも行き着くような気がしましたが、はい、はい、いかがでしたでしょうか。これを見ている、ふと見た時に、ああ私もう若くないからとかいう考えをしちゃってた方がもしいらっしゃったら、あなたもあなたは今から頑張ればいいだけ、一緒に頑張りましょう。はい、いつもの言っちゃダメって言われたからね。はい、ありがとうございました。一緒に頑張りましょう。今からだ。